どうも、コブロです。今回は DPS を上げたいプレイヤー向けのアーキータイプであるガンスリンガーについて紹介していきます。それでは話していきます。アーキータイプであるガンスリンガーのプライムパーク、スキル、パークについて、そして最後にはトレイトについて話していきます。 ガンスリンガーのプライムパークであるローデット。ガンスリンガーのスキルを使用した際に、両方の武器が即座にリロードされ、15秒間全ての武器の弾薬が無限になります。ガンスリンガーのスキルについて話していきます。一つ目のスキルについては、クイックドロー。サイドアームを抜き、 腰から最大6発の弾を発射し、1発あたり93のダメージを与え、ボタンを押すと25メートル以内の視界内のすべての敵に向けて即座に発射し、リリースするとすべてのターゲットに均等に分割され、ボタンを押しながらリリースすると武器を手動で照準し、すべての発射を 完全に制御することができます二つ目のスキルに関してはサイドワインダー ADS 移動速度と引き抜き交換速度を50%増加武器を切り替えると自動的に装備されている武器がリロードされ20秒間継続します三つ目のスキルについてなんですがブレッドストーム 銃のフルオートになり、なお、弓とクロス棒は50%の弾丸速度の増加や25%の致命的な確率を獲得し、射撃速度を20%、リロード速度を50%増加し、20秒間継続します。ガンスリンガーのパークについて話していきます。 一つ目のパークについては、スイフトショット。こちらはダメージパークですね。銃の射撃速度が15%、射程距離が25%、クリティカルヒット率が5%増加し、射撃速度とダメージはガンスリンガーのレベルに応じて増加します。二つ目のパークについては、ポーズアップ、チームパークです。弾薬を拾うと各プレイヤーに 30%の追加弾薬が付与され、ボーナスがチームメイトに均等に分配されます。また、弾薬箱が地面に追加の弾薬として落とすようになります。3つ目のパークについてなんですが、クイックハンド、ユーティリティパークです。銃のリロード速度が10%速くなり、マガジンが空の場合は、ボーナスが2倍になります。 4つ目のパークについては、スライトオブハンド、レディックパークです。レディックを使用すると、装備している銃がリロードされ、10秒間射程距離が15%増加します。ガンスリンガーの特性であるアーモーリサーブスは、特性レベルに基づいて弾薬残量を増加させます。ご視聴いただき、ありがとうございました。 レムナント2の情報や武器防具の入手方法について出す予定ですのでよかったらレムナント2に興味がある方チャンネル登録していただけると助かります。